の場所で治療を受けて、あとはナルトたちが戻るまで二人でできる限り時間稼ぎをする。いいな、グロ。いや、一人でいい。ここからはこの青き猛獣が引き受ける。威勢の良さは認めてやる。それだけだ。たった一人で七に踏み込む。七であろうが、そこに道があるだろう。どこまでも突き進む。それがマイクガイという男だ。面白い。出るよ。ノー。ノー。出るよ。決まった。ノー。はあ。何をしている。お前程度の体力使いならば戦乱の時代に5万と言った。所詮お前はぬるい世界のぬるい忍び。拳も意志も全てぬるい。こいつ俺の体術を受けても平然と。何をしている。おりゃー。お前も気づいているのだろう。そんな生半可な攻撃では俺に致命傷を与えられんぞ。さあもっと踊ってみせろ。今日も海超えろ青春。なるほど、少しは意地を見せたか。手も足も出ないか。今の俺で手も足も出ないのなら次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ。この葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たよ。ガイ先生、まさか指紋を。ダメだよ、それは。誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか。お前はもう見せてくれたからな。たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいんですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、認めてください。今こそ
自分の任道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の人道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。ボス、証拠にもなく。確かにそうだ。だが、ただ口が落ちるわけではない。それは新たな若葉の養分となるのだ。そして青葉が芽吹く新たな春へとつなげる時こそが青春の最高潮。神秘に燃える時。柱間以来だぞ。ここまでワクワクするのは。未来を守る、そのためだけに。燃えよ青春、最後の炎が燃え尽きるまで。俺を追い詰めるのが先か、それともお前の命が尽きるのが先か。どちらにしてもお前にとってはこれが最後の戦いだ。その拳が震える、存分に楽しむがいい。ノー石油石像。ノー石像。ノー石像。ノー。俺の戦った者と前の身に出る者は一人としておらん。セクシュドリアノー石像。
え切ったぞ。この勝負俺の勝ちだ。なんだこの感じは。これがガイの最後の技だ。死んでいない。これならまだ。本当ですか？リク、急いでガイを医療班のところへ。おっせ。誰かがガイを助けた。一体誰が。この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も。貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻きナルト。